のお買い物時を控えて、売る方も買う方も量りについての関心を高めようと、12月1日から15日まで第6回清涼協調運動が行われました。この期間中、川崎市では5カ所で計量関係の展示会や量り体温計の無料検査場を開き、修理相談に応じて市民の好評を博しました。私たちの日常生活は計量器の多大な恩恵を被っています。そこで一番身近な物差しに感謝しようと、11日稲荷神社の境内で物差し供養を行いました。使い古しや壊れたものがたくさん集められて火にくべられます。機械に新しい物差しをもらって大喜びでした。